宮廷大の有名企業への就職率はおよそ 30%？ こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト就活の教科書を運営しています。突然ですが、宮廷大は高学歴だから就職も余裕なのではと思っていませんか？もちろん宮廷大は高学歴であり、世間一般的に就職は簡単という認識があると思います。しかし Google の宮廷大就職に関連する検索キーワードでは、候補として宮廷大就職できないなどの予測変換が出てきたりもします。たくさんの情報が飛び交う中で、就職市場において宮廷大はどのような実態があるのでしょうか？そこで今回は宮廷大の就職の実態について解説します。最後に早慶上智との就職先比較をしていきますので、最後まで見逃さないでください。それでは行きましょう。最初に宮廷大出身者の有名企業の就職率について解説していきます。宮廷大だけでなく、宮廷大と同程度の扱いを受けている大学も含めて比較してみますね。いかがでしょうか？この表から見てわかるよう、宮廷大は早慶や一橋大、東工大よりも有名企業の就職率が低くなっていますね。また宮廷大最上位の大阪大学と宮廷大最下位の北海道大学では 10% 程度差が開いており、宮廷大の中でも格差が存在することが鮮明となりました。東工大は理系就職に、一橋大学は文系就職に強く、早慶に関しては OB、OG 層が分厚いことが有名企業への就職に影響していると考えられます。次に宮廷大出身者の平均年収について解説していきます。オープンワークが発表した30歳時点での想定年収をもとに表を作成しています。先ほどと同様、宮廷大だけでなく、宮廷大と同程度の扱いを受けている大学も含めて比較してみますね。表を見ればわかる通り、東京一高と早慶が700万円を超えて上位を独占しています。一方で宮廷大は全て20位以内に収まっており、やはり就職市場での評価は高いようですね。宮廷大が就職市場で争う相手は、主に東京一高や早慶上智、上位国公立であることは明白でしょう。最後に宮廷大出身者の就職先について解説していきます。ダイヤモンドオンラインの記事から宮廷大各大学の人気上位10企業をご紹介します。まず東京大学と京都大学です。東京大学はコンサルが多く見られ、京都大学は関西に本社があるパナソニックや関西電力が入っていますね。次に北海道大学と東北大学です。こちらも少し地域色が見られますが、電機メーカーが上位を占めていますね。続いて名古屋大学と大阪大学です。名古屋大学は特に地域色が強い印象です。また大阪大学でも関西発祥のパナソニックは人気を誇っていますね。最後に九州大学と宮廷大全体の就職先です。宮廷大全体で見ると、日立やトヨタなどメーカーが6社ランクインしており、宮廷大出身者にもメーカー系が一定の人気があるのが見て取れます。また地方宮廷大も基本的には東大、京大と就職先の傾向は変わりませんが、特に地方においてはその地域最上位の企業に入社しているパターンが多いと感じました。はい、ということで本日の動画では宮廷大の就職の実態について解説しました。この動画で説明した宮廷大の就職の実態というのは、実態1、宮廷大出身者の有名企業への就職率、実態2、宮廷大出身者の平均年収、実態3、宮廷大の就職先の3つでした。最後に皆さんが気になるであろう、早慶上智と宮廷大の就職先を比較します。早慶上智は最上位の私立大学であり、最上位の国立大学である宮廷大との比較は興味深いのではないでしょうか。それでは比較していきます。早慶上智と宮廷大の就職先を比較すると、早慶上智はメーカーよりも金融、人材、コンサルなどが多いことがわかります。特に三菱 UFJ、みずほ、三井住友のメガバンクすべてがランクインしており、早慶上智のメガバンクへの強さが現れています。宮廷大よりも無形商材、金融業に強いのが早慶上智でしょう。以上が早慶上智と宮廷大の就職先の比較でした。就活の教科書では就活を成功させる方法を LINE メルマガとして配信しています。今なら就活完全マニュアルを登録者限定でプレゼント。詳しくは動画の概要欄へ。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。